はい、ということで、まさとみさん、ボリューム2ということで、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今回は自分のこのヤンキーチャンネルのサムネのために、こうやってスーツを着替えてくれたということで、はい。まさとみさんは、今、俳優もやられてるということで、そうです、ね。はい。なんかそういうので使ってたスーツって感じですか？そうですね、もう衣装で持ってますね。衣装で持ってる感じで、はい。はい、それを、着てもらって、はい、やってもらえるんですけど、しかもこの衣装に、思いっきり俳優さんとか関係なしにして、昔の話で言ったらヤクザをやられたと。そうですね、はい、そういう時代ありましたね。時代ありました。それの話をちょっと聞きたいのと、逮捕歴というかもうかなり服役歴が長いですよね。それの話をちょっと掘り下げていきたいなと思うんですけど、まず一番最初に捕まった時ってのは何歳ですか？21の時です。21歳の時に初めて捕まった、はい、罪状も大丈夫ですか？何系という感じでも大丈夫ですよ。暴力系です。暴力系ですね。それは留置場、刑務所、どういう感じになりました？この当時はもう普通に横浜で仕事は会社員でやってたんですよ、うん、はい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 、はい、港未来のところで会社あったんですけど、うんうんうん、そこで普通に会社員で働いてて、はい、なんか横浜、川崎って結構いますよね、うん、なんか表向きは普通に、うん、あー、そういうことですね。あ、もうしかもそういう風貌じゃない方が、そうそう、あ、いますいますいます。普通に仕事されてて、その運転手業界とかでもいます。普通に高校大学出た新卒の人とか、うん、普通に働いてる中に混じって、うん、自分も働いてて、うん、じゃあ、21の時に、はい、入った時には、普通の会社員もやられた兼暴力団も入られた、もう二足のわらじでやられたってことですか？そうですね、なんか、うん、21の時に、留置とか、刑務所どっち、どういう感じで何年間入られました？まずは初犯の時被られたのが、はい、宮城県の仙台なんですよ。はい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 。横浜で仕事はしていたものの、うん、休みで、うんうんうん、夏になんか仙台に戻って、うん、自分が作ったチームの、うんうんうん、後輩たちが流してて、うんはい、自分が車で、うん、くっついてて、後輩たちただ走ってるだけで何もしないんですよ、うんうんうん、で自分車で、うん、後ろからなんか暴走族が邪魔で、うんうんうん、やっぱライトを、うん、あハイビームにして、そうです、うん、それでハイビームにしてみたりとか、うん、そういうやつがやっぱ、うんうんうん、出てきたんですよ、ね、はい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 、もういきなりもうハイビームにした瞬間に車止めて、うんはい、で車ぶっ潰して、はい、それをやっちゃって、うん、もうあのチームのみんな、うん、一斉検挙されて、おー、じゃあその初犯で初めて捕まったのがその一斉検挙された暴走族でのその傷害みたいな感じってことですかね、器物損壊というか暴力行為処罰法とか、はあはあはあ、そんなのが。それでどれぐらい減られたんですか？4年半です。4年半、はい、お、一発で。で、結構、うん、全く問答無用で、はい、おめえは必ずぶち込んでやるなんて検事に言われて。ほう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 。あれ、それは昔からの、なんかその暴走族とかもやってた時からの前科っていう感じにもなってる感じあります？仙台にいたりとか、はい、横浜、川崎にいたりとか、はい、結構、距離あるところで、なんか、やらかしてたんですよね。はい、ですよね。それで、あの仙台でやらかしても、うん、宮城県警が動くときに、はい、その時に横浜にいたり、はい、横浜でやらかした時に、はい、仙台にいたり、はい、そんな感じだったので、うんうん、なんか、うん、泳がされてた感じ。おー、そんなこともあるんですね。休憩7年で、なんかまだ初犯だったんで、ほうほう、はあ、はあははあ、で、じゃあ今ので言うと、21から4年半入ったから、25歳、6歳ぐらい出てきた感じですかね。そうですね。で、その時に、21から、もう暴力団に入られてたんですよね。そうです。次に、じゃあ、パカれたのは、いつ頃ですか？ 26 ですね。あ、もう1年後ぐらいに。初犯で帰ってきて、はい、1年経つか経たないかの時に、はい、立て続けに、はぐられて。何やられたんですか？その時は。あー、そういうことですね。これはまあ、P でいきましょう。罪状は、まあ結構、今の感じで言うと、まあ察してもらえればと思うんですけど、はい。で、そこで何年ぐらい入られたんですか？実刑で7年ですね。実刑で7年入られた。はい、27から、7年。ということは、シャバにいた時間が短い感じですか？そうです。じゃあそこの間で。20代、30代っていうのが、はい、ほぼシャバにいなくて。そうですよね。
34に出てきて、じゃあ3回目は3回目は35の時なんですよ。また1年後だいたい1年後ってことですよね。その周期で。それは、その周期で。はいはいはい。それは、最初4年半入りました。で、1年間ぐらい茶番にいました。そんなですか、はい、はい。で、7年間また入りました。で、34歳でできました。で、35歳に何で隠れたんですか？叩きなんです、ね。おー、叩きっていうのは罪名が、はい。強盗致傷ってなってる。ああ、そうですね。じゃあ、お金を取る目的で、まあ、ぶっ飛ばしたみたいな感じですか。そこが、はい。微妙だったんですか？微妙なんですけど、ね、全然金銭目的じゃないんです。あ、そうなんですか。暴走族時代の流れで、はい、さっき話しましたけど、はい、はい。死んだ小僧の、うん、先輩ども、うんうん、はい、はい、はい。その中の一人なんです。ああ、もう、後にだって、暴力団に入られたって言ってましたもんね、ボリューム1で。うん。そこの、あの、片倉英二っていう、はい、なんか、はい。そういう、ちょっと幹部だったんですけど、はい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 、そいつとがなんか因縁で呼び出したんですけど、はい、来なくて、射程を呼び出したんですよ、自分が。ああ、その相手と片倉さんの射程を呼び出した。そうです、幹部のやつが来ねえから、射程を呼び出して、場面作れっていう話で呼び出したんですけど、どうにもなんねえんすよなんて話ごまかしてんですよね。はい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 。それで、まあ、携帯取り上げてみたら、毎日のように連絡取り合ってるんですよ。連絡つかねって嘘じゃねえかと思って、それはもう事後的にぶっ飛ばした後だったんですけど、はあはあはあ、35歳の時にその片倉さんっていう方の射程を呼び出して、それをの方をやっちゃったことで捕まった。そうです。それでも結局それが単なる障害だけで済まなくて、片倉英二の射程が車のダッシュボードのところに30万入ってたなっつって、そのまま取ってないんですよね。おお、そういうことですね。じゃあそれででっち上げみたいな感じになって、でもまあそれでもう結局、あの、うん、被害者感情優先で、ああ、そういうことですね。自分が事実を話しても全然聞き入れなくて、なんかしないと余計な罪名つけられて、あ、そういうことですね。じゃあそれで35の時にパクられて、また6年半ですね。6年半、ちょっと待ってください。それで言うと、もう4年半の6年半の7年だから、もう18年入ってますね。そうです。で、41の時に出てきますね。で、裁判期間とか含めると19年半。ああ、そっか。裁判期間とか、留置期間とかを全部含めると、そこで、じゃあ、19年半になった。で、じゃあ41で出てきてからは、もう何もないってことですもんね。一切やってないです。なんか、でっち上げまでやられて、はい、罪を重くされて、何にも聞き入れられなくて、さすがに40過ぎると、若い頃と違って、なんか自分の人生っていうのは変えてみるんですよね。いや、わかりますよ。年を取り始めて。言うたら自分41ですからね。はいはいはい。社会経験が20代、30代とほぼないんですよね。ほうほうほう、そうですよね。刑務所生活が長すぎて、一般社会で生活してる人の41歳と違って20代なんですよね。喋ってることも出てきた直後はなんかそういう懲役ボケがひどくて、ですけどなんか気持ちの中ではもう社会復帰して、ほんと前向きにもう次パグらないようにしなきゃなとか、そういうのが頭の中にあって、一つ一つ運転免許も取り直して、はい、普通自動車免許から、大型免許からちゃんと取り直して、で軌道を正して、今現在があるんですけど、本来、20代30代で社会経験で学ぶべきことを自分自身が学んでないから、しなくていい経験もなんか学びたくて、確かに何か20から30って言ったらもういろんな感受性が高くていろんなことができるっていう感覚あるじゃないですか、はい、だったらその経験、何かを経験したい欲というのが強くなる感覚なんですか。そうですね、何か学校で学ぶ勉強よりも社会勉強が本当欠けてるんで、今介護職員やってて、向上心と向学心っていうのがなんか本能的に潜在意識の中にあるんですよね。実際に喧嘩したって、自分がパクられるか相手がパクられるか、自分が殺しちまうか相手が殺しにかかってくるか、ただ実際にそれだけなんですよね。結末っていうのがもう全部が全部見えちゃってるんで、
今自分が人として生きてる中で、少しでも社会貢献したいとか、自分の気持ちの中にあるし、3回服役したっていう話もあからさまに話しちゃいましたけど、本来はこういう話もしたくないんですよ。ですけど、こういう人生を送ってきてるものがいて、今実際に更生して生活の糧として介護職員として働いて、給料をいただいて、それで生活していく、それが全然至って普通の表側だと思うんです。はいはい、裏側の金の稼ぎ方なんか本当にいくらでもあるんですか。ああ、そういうことですね。自分がわからないところはたくさんありそうですけど、そこはそっちが売るってことですね。もうそれをもう全部話しちゃうとまた、まあまあまあ、そうですね。そうですよね。あんまり、いやいや、言ってはいけない。はい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 。それはいろいろと、まあありますもんね。はい、そっかそっか。じゃあ、まあ、20年間近く服役されてきたと。で、今52歳だと。今後は、どんな感じの生活を送っていきたいとかってありますか？今後は、はい、今の役者活動を続けながらも、うんうん、はい、実際、役者活動だけでは全然食っていけないんで、うん、はい、役者はなんか自分磨き、うんうんうん、人生経験をいろいろ高めて、うん、人間性を高める、うん、もう普通に私生活を送ってる中でもやっぱ自分を演じてるところはあるんですよ、うんうんうん、自分を磨くためっていう、うんうん、そういう考えで役者をこれからも続けてきて、全然普通に給料をいただいて、自分の生活の糧として仕事をするのは介護職員として、それでもう全然十分なんですよね。うんうん、そうかそうか。ということは、今後のじゃあ役者活動をもっともっとやっていくということと、ね、あとは介護職も頑張ってやっていくと、もうそれで、はい、服役したことによって逆に命取られなかったなっていうのも正直な感じあるんですけど、うんうんうん、20代30代と逆にシャバにいたら自分生きてたかなと思う時あって、警察や刑務所に生かされてきたって感じ、これ本音なんですけど、服役してたことによってその部屋の中で逆に守られて、で中でいろいろ勉強して、で中でも資格も取ってきたんですけど、塀の中で助けられたんですよね。なんか自分がアドレナリンがもうすごい出るような少年だったんで、それだとしたら、そのなんか交流歴20年ぐらいある交流歴の中で、そっか、今までやってきたそのアドレナリンがもう分泌するような、なんかもうバイオレンスなママサトミさんの感じだったとしたら、ね、やられちゃうかもしれないみたいな、だからそこに守られたりっていうところですもんね。国の中では逆に守られるのかなって感じです。そうですね。じゃあ正富さんの、交流歴みたいな感じでちょっとね、お話しさせてもらいました。はい、はい、今回は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。